災害はいつどこで起こるか分かりません。阿見町ではさまざまな災害に対して職員が迅速に対応できるよう災害レベルに応じた初動マニュアルを作成しています。年間を通じて災害時における避難所開設訓練や地震が発生したと想定し、庁舎内でのシェイクアウト訓練、災害対策本部を設営し運営する訓練など、職員が迅速に対応できるよう訓練を実施しています。また行政区内の防災訓練に参加し、行政からの支援や連携について積極的に意見交換を行っています。行政による公助はもちろん、それ以上に自分の身は自分で守る自助、地域や身近にいる人が助け合う共助こそが被害を少なくするための大きな力となります。被害を最小限にとどめるには、自分のことは自分で守る自助が防災の基本になります。阿見町では防災に関してまとめたこちらの防災ハンドブックを各世帯に配布しています。この防災ハンドブックは、日頃の備え、地震や風水害などの対策、ハザードマップなどを紹介しています。防災ハンドブックの中から日頃の備えについていくつかご紹介します。まずは家族で防災について話し合いましょう。地震や風水害が発生した時のことを想定して、次のことを家族で話し合っておきましょう。平常時と災害発生時の家族一人一人の役割分担を決める。避難場所、避難経路を確認し下見をしておく。災害用伝言ダイヤル171の使い方を確認するなど、連絡方法を確認する。家の中や外など危険箇所を確認する。必要なものが揃っていることや賞味期限などを確認し、非常持ち出し品をチェックする。消火器や救急箱の置き場所など防災用具をチェックする。災害が発生し水道が使用できなくなったり、救援活動が間に合わない場合があります。災害発生後の数日間は自分で対応できるようにしておくため、非常持ち出し品の準備をしましょう。非常食や飲料水、携帯ラジオ、マスクなど非常持ち出し品のチェックリストを作成し、定期的に点検しましょう。また缶詰やレトルト食品などの食品、1人当たり1日3リットルの水を3日分など、使用期限を確認しましょう。乳幼児のいる家庭ではミルクや哺乳瓶など、要介護者のいる家庭では着替えやおむつなど、その他にも女性用の衛生用品、予備のメガネやコンタクトレンズ、ペット用品など、各家庭で必要となるものを家族と話し合って用意しておくことが大事です。そしてこちらの防災ハンドブックには、阿見町のハザードマップが掲載されています。町内のハザードマップを確認し、土砂災害の危険箇所など自分の住んでいる近くや普段の通り道のそばに急な土地がある方は、地域の状況やいざという時の避難場所、避難経路などを十分に確認しておきましょう。その他にも防災ハンドブックには災害から身を守る方法や家の安全対策などが掲載されています。ご家族や地域の防災について話し合いされる際に、この防災ハンドブックをご活用ください。防災ハンドブックは阿見町役場をはじめ公民館などの公共施設で配布しています。また阿見町のホームページからもダウンロードができます。災害が起きてからでは間に合いません。日頃から自分でできること、家族でできること、ご近所で力を合わせてできることなどについて考え、そして話し合い、いつ来るかわからない災害に備えておくことが大切です。